月にある人工物の一覧では、現在地球の月に存在すると考えられる人工物を一覧する。以下のリストには逆反射器やアポロ月面、実験装置群といった小さな物体は掲載していない。また、正常期アポロ14号でアラン・シェパードが打ったゴルフボールアポロ15号の残したホールンアストロノートといったアポロ計画の宇宙飛行士によって月に残された 記念品や個人的なものについても掲載していない。月に送られた最も重い部品はアポロ計画で使用された5つのロケットの3段目である。人類は月に17万キログラム以上の物体を残しているがアポロ計画とルナ計画によって月から地球に持ち帰られた物質はわずか382キログラムに過ぎない。2012年の時点で月面で 未だに使用中である人工物はアポロ11、14、15号の宇宙飛行士とルノホート2号ミッションによって残された月レーザー即距実験用の逆反射器のみであったが2013年12月に難着陸した中国の探査機ジョンが3号がこれに加わった。玉都号は2016年8月までに稼働を停止した。続いて2019年1月。 やはり中国のジョーが4号が月の裏側に到着。ありがとうございます。